言語聴覚士は言葉や聞こえに障害を持つ方々に対して検査や支援を行います。脳に障害が起こって病院に搬送された方の検査や言葉のリハビリテーションを行っています。おはようございます。斉藤さん、言葉のリハビリテーションを担当します笹原遥です。どうぞよろしくお願いいたします。急に言葉が出にくくなって心配なことも多いと思いますが、今日から一緒に頑張りましょう。そうそう、困っていることを教えてください。ダメ、言いたいことが言えない。そうそう、私の話はわかりますか？そうそう、話はわかるけど言いにくいのですね。そうそう、この中でご飯を炊くものはどれですか？はい、そうですね、ご飯を炊く炊飯器ですね。炊飯器、炊飯器。では皮を剥いて食べるものはどれですか？はい、そうですね、皮を剥いて食べるバナナですね。バナナ、うまく出ましたね。はい、バナナです。おいしいバナナですね。いや、あら、バナナ嫌いですか？ダメ。脳に損傷を受けた症状の言葉のリハビリテーションでは早く改善することもありますが、年単位で良くなっていく症状もあります。焦らずゆっくり取り組むことが大事です。残念なことに、まだどんな病院にも言語聴覚士がいるわけではないのです。言語聴覚士は他の医療職に比べるとまだまだ人数が足りません。まだまだ足りなくて困っている患者さんが多いので、言葉のリハビリテーションの専門職である言語聴覚士を目指してほしいですね。